さあ今日ですが、まあ、ちょっと面白いゲストっていうとあれですが、まあなんかすごい、世界のチャンピオンバリスタとかが来てるわけじゃないんですが、やっぱりねエスプレッソマシンが好きな人、まあ私もかなり大好きなんですけど、エスプレッソマシンが好きな人にとってやっぱりこうエスプレッソマシンの歴史とか、まあ、この日本の市場でどういうふうに広がっていったかって意外と興味ある人多いと思います。で、まあ、そこでですね、私たちももう実はかなり昔からエスプレッソマシンを会社としては販売をしているので、まあ、私とかまだこの会社入って今4年目5年目ぐらいですけども、まあ、歴史を見るともう少し私たちの会社は長いので、今日は弊社の社長の上田が来ておりますので、その上田に直接いろいろ聞きながら、このマシンの、まあ、あとなんでこういうふうに私たちの会社が成り立ったのかっていうのも直接聞けると思うので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。皆さんこんにちは、第一電化社の専属バリスタ上松です。さあ、もう今日冒頭でお伝えした通りなんですが、まあ、弊社第一電化社の社長の上田にいろいろ聞いていこうと思います。ということで、まあ、知ってる人も知らない人も、あの私たちの会社と付き合いが長いお客様はもしかしたらもうあの顔を知っていただいている方もいらっしゃるかもしれないんですが、では社長お願いいたします。どうぞよろしくお願いします、はい。まあ、今のこのエスプレッソマシンの業態の創業者の社長です。はいはいはい。じゃあ、まあ、まず会社としての歴史というか、はい、エスプレッソマシンを始めたの、まあ、ちょっと今ここにあの、まあ、興味のある方はですね、弊社のウェブページにも、まあ、ヒストリーみたいな感じでこう、ね、年表みたいなのがあるんですけども、まあ、ちょっと今日はそれを見ながら話をあのいろいろ聞ける部分を聞いていきたいなというふうに思うんですが、本格的にエスプレッソマシンをこう扱うきっかけになったのって多分96年とかが一番最初なんですけども、ね、はい、あのきっかけって、はい、なんでやったんですか。当社名前の通りもともと普通の町の電気屋でした。で、当時の電気屋っていうのは大きなお店と大きな駐車場とでお客さんに来ていただくっていうスタイルと、それから町の電気屋さんのように、実際に訪問をして販売をするっていうスタイルと、まあ、両方共存していたわけなんです。で、当社はその駐車場付きの大きなお店の方にシフトをしようとしていたのが大体、1990年ぐらいかなと思います、はい。で、いろいろまあ頑張ってはやってきたんですけれども、やっぱりここ奈良県なんですけども、当社はね大阪から大きな電気屋さんがまあたくさん来て、どうしてもやっぱり資本力とかネームバリューとか、でもやっぱり太刀打ちできないわけなんですね。で、当社は生き残りをかけて家電の修理の専門店の方にややシフトしていくようになります。で、それはそれでそれなりに頑張ってはいたんですけれども、それもだんだんそのノウハウみたいな家電修理のノウハウのようなものも量販店に流れて、いろんな形で盗まれたりして流れていくようになって、困ったなと思っている時に一通のファックスが実はアメリカから来たんです。で、そこには、まあ、実は日本語で書いていたんですけれども、アメリカでは我々はエスプレッソマシンを売っていると、通販会社であると。で、今度日本でもこのエスプレッソマシンを販売したいと思うんだが、修理拠点になってくれないかっていうのが何年だろう、1996年ですかね、これは、はい。あのスタートは6年ですけども、その2年ぐらい前からそのオファーが来ていたんです、はい。で、当時日本でエスプレッソって知ってる人は僕も知らなかったんです、正直言いまして。だからそもそもエスプレッソマシンってなんだっていうところから始まったわけなんですけれども、はい。まあ、さっきの話しているように家電の販売店がやっぱり競争激化で厳しい時もあって、次のうちの会社の生き残りのためにはもしかしたらこのエスプレッソマシンの修理っていうのが役に立つかもしれないと思って、アメリカからその設計図とかを取り寄せをして、日本でもそれが扱えるかというのをまあチェックしていったところ、まあ、大丈夫だということが分かったので、はい、それでエスプレッソマシンをアメリカが販売、日本に対して販売したエスプレッソマシンを日本で修理をするというところが当社のスタートです。あ、じゃあ修理するところからが全て、そうです、そうです、そうです。整備をして修理をするというのが当社の実はスタートなんです、はい。だから社長がエスプレッソをすごく好きで始めた
たっていう、まあ、コーヒー飲むのは好きだけど、はい、エスプレッソのそのもの知らなかったぐらいですから、はい、あの皆さん僕がエスプレッソがすごく意味を持ってっていうふうに思っていただく方もおられるんですけど、はい、実はそうではなく、なるほどなんか夢が壊れるわけじゃないけど、まあそうですよね、結局ね、そういうビジネスが仕事の始まりってそういうところからですよね。で、まあそのうちの社員にも相談はするんですけども、当然エスプレッソって日本人のほぼ全てが知らない中で、こんなのビジネスになりますかっていうのがもう全員の認識だったんですけれども、まあ、アメリカで流行ってるわけだから、もしかしたら日本もそういう時代が来るかもしれないから、今からそれを備えていこうっていうのと、もう一つはそのアメリカの通販会社が当社のような田舎の小さな会社にたどり着くまでにはもっと大手に先に声をかけていたみたいです。でもあのエスプレッソってなんだっていう同じ理由で大手は全て断ったっていうのもあったので、まあ、あの大手が断ったことはある意味それを逆手にとって、一地方の小さな零細の会社がその分野を広げていくっていうのは、それ自身に夢があるなっていうのは非常に感じました。なるほど。ちょうどですね、スターバックスとかが広がる年代、そのちょっと後ですね。あ、ちょっと後、ちょっと後。実はその迷っていて、まあ、修理は始めるけども大丈夫かなと思っているぐらいに、銀座にスターバックスっていうのを新聞で見たんです。あ、そこにエスプレッソっていうのを変えたきて、実際小躍りしましたね。あ、まあ、確かにその当時確かにそうですよね、はい、全然目新しいものですよね。そうなんです。まあ、まさにそういう時代のスタート、はい、で、まあ、あとはその、まあ、ネットショップでエスプレッソマシンを売るってことですね。まずはその修理でスタートしたわけで、そのアメリカの通販会社から修理のオファーが来たら修理をする、もしくはアメリカの通販会社が販売した日本のお客様から問い合わせがあれば修理をするっていうので待ったんですけれども、実はあの1年間待っても1件も修理が来なかったんです。あ、で壊れなかったのかとも思ったんですが、聞いてみると1台も売れていないと。なるほど。でどのように売ってるのかって聞いたんです。そうするとアメリカのサイトに日本語訳をつけましたっていう返事が返ってきたので、はい、ちょっと待てよと。まだ当時日本にはインターネットってそんなに普及してなかったんですね、はい、ヤフーもないし、もちろん楽天もないし、アマゾンなんても当然ないし、日本中のほとんどの方がまだインターネットっていうのがあるらしいなんていうのを聞いたぐらいの時代だったんです、はい、そこでアメリカのサイトに日本語をつけたから日本で売れると思っていた、そのアメリカの通販会社のなんて言いますか、認識の甘さといいますか、はい、それにもこう実は非常に腹を立てまして、で、まあ、腹を立ててなぜ行ったのかわからないけども、じゃあ日本で僕が売ったるわ売りますわみたいなことを言っちゃったんですね。そしたらすぐ契約書がざーっと来て、なるほど、で売ることになったんです、はい、まあ、それがスタートといえばスタートです。まあ、多分、ね、日本初のエスプレッソマシンのネットショップ、いや、そのまだね、その段階でネットには行ってない、まあまあ、まだ行ってない、分かってないです。なるほど、なるほど。で売るって言ったものの、どうしていいか分からないで、私とこな天理市が拠点だったので、まあ、今でもそうですけど、当時人口6万か7万ぐらいですに対してエスプレッソマシンを展示して売れるはずもないので、まだ全国に対してチラシを入れることもできないし、新聞広告売っても売れるとも思えないし、けれどもスターバックスっていうのができたからエスプレッソっていうのはいずれ普及するだろうから、当然頑張ってはいくけれども売る手段をどうしようってした時に、今言いかけられましたけど、同じタイミングでヤフーの検索サイトが、あ、そこで初めて、で楽天がまだあの楽天市場じゃなくて電脳商店かなんかそんな名前だったと思います、というのがどうやらそういうものができる、そのネットモールっていうものができると新聞に出るんですね。ネットモールとは何ぞやっていうような、まあ、そういう時代なんですが、多分インターネットが今後普及するだろうっていうのもそこでも分かったんです。だからそういう意味で半年ぐらいのズレなんでしょうけど、エスプレッソとインターネットとその日本に入ってきたというか普及したスタートはほぼ同時期だったんです。あ、なるほど。これは非常にラッキーだったと思います、はい、
結構ね、ウェブショップで昔からやってるので、まあなんかね、昔そのコーヒーとかエスプレッソマシンの情報を調べると、大体もううちの会社が出てきたりとか、まああと何社かもちろん、いらっしゃいますけど、やっぱりそういうところでよく知ってくださってるお客様も多いなっていうのはすごく印象があって、でまあ、なんかそれからいろいろ販売はしていくと思うんですけども、まあ、今結構うちだとサンレモとか、あとはロケットとかがすごく人気、うん、まあ、あと ECM とかっていうのが人気だと思うんですけど、なんかそのあたりとこう取引が始まるきっかけとか、はい、そうですね、はい、一旦そのアメリカの通販会社を通じて商品を入れ出したんです、はい、それでも入れたというほどの台数もほとんど出ていませんでしたが、はい、あの当時、まあ、そのアメリカの通販会社は非常に日本びいきというか、日本のスタッフもたくさんおいて、で日本市場を頑張るぞっていうオーナーだったんですが、あ、日本の会社とアメリカの会社の違いでオーナーって簡単に変わるみたいですね、はい、で、ある変わったオーナーが日本大嫌いオーナーで、当社に対しての商品がとんでもない商品が来るようにもなるし、依頼した部品も入ってこないし、これは危ないと、そういう会社と今後付き合うわけにいかないから、さあどうしようというので、だったら、まあ、イタリアの商品をアメリカの通販会社が仕入れて、でそれを当社に入れて、で当社は入った商品を全部点検も全てもちろんするして販売をするわけなんですが、そんなことするんだったら、でそのアメリカの会社がそういう状態であるのだったら、直接イタリアから入れたらいいじゃないかって誰でも考えることです。で当時、その当時のそのインターネット普及し始めではあるけれども、アメリカヨーロッパのインターネットももっと普及しておりましたので、そのサイトで日本に入っていないエスプレッソマシンメーカーで、なおかつ我々の目で見ても非常にこうデザインが良くって、そしてできれば海外の映画スターとかそういう著名な方が使っている情報のあるエスプレッソマシンメーカーっていうので、もう探しまくったんです。なるほど。それこそ 1,2 週間かけて、もうあるとあらゆる、もう主にホームページですが、はい、探しました、数十社は見つかって、はい、100社近く見つかったかな。そこに対して全部私手紙を書いたんです、はい、直接仕入れたいと、はい、我々は日本でこういう技術力を持っていて、今後も日本で頑張って販売していきたいと思うから、はい、ぜひお宅の商品を仕入れさせてくれと、はい、については信用もないだろうから全額先払いでいいからお願いできないか、で5社ぐらい返事が来たのが、まあ、今お話が上がった、はい、当社も今扱っているメーカーのいくつかは上がりました、はい、そんなところからスタートしています、うん、なるほど。結構その今でこそサンレモとかあとロケットとかってすごい世界的に有名なメーカーになってると思うんですけど、当時って多分まだ全然無名で、むしろマルゾッコとかチンバリとかが多分主流というか、みんな知ってるメーカーって感じだったと思うんですけど、チンバリさんは強かったですね。そうですよね、はい、なんかロケットとかはあれですね、はい、なんかこれ私ちらっとこうこれねブログとかにも書いてるあれなので、もしかしたら知っておられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど展示会でまだ創業したてのロケットと、そうなんですよ、はい、当時その日本に入ってきてるエスプレッソマシンっていうのがやっぱり水道直結の大きなものが多かったんです、はい、でやっぱ日本の今の喫茶店を見るとやっぱりタンク式のしっかりしたタンク式のマシンが必要だよねというのは、まあ、分かっていたんです、はい、で当時ね日本でジオットという名前のタンク式のマシンが当社は直接扱ってはなかったんですが出回っていたのは知っていたんです、はい、でそこが何か経営がおかしくなって、せっかく日本で売れそうなメーカーがあったのに残念だなと思っておりました、はい、でその後、2007年だったかな、イタリアの展示会があって、で僕は初めてイタリアの展示会、イタリアで行われるエスプレッソマシンとか厨房機器の大きな世界展示会なんです、はい、そこに初めて行きました、はい、で僕はそこでミッションとしてその日本で販売できるタンク式のマシンを何としても見つけたいと思って、はい、それが目的でその展示会に行ったわけなんです、はい、大半が水道直結の大きなマシンだったんですね、はい、でタンク式のもあるんだけども、はい、すでにどこか代理店が決まっていたりで、はい、もうどうしようもないな困ったなと思って、もう成果なしで帰らないといけないかなと思った最終日ぐらいだったと思い疲れ切って、はい、でまあ、トイレに入って、はい、
でトイレから出てきて通訳の方とまあ待ち合わせしてるから待ってる間にポッと横を見たら、それこそね木で作ったテーブルのようなところに、はい、ところにタンク式のエスプレッソマシンが3台ほど並べてあったと思います、はい、でよそのブースっていうのはもう広大な広さのお金のかかった美しいブースなんですが、で年配のご夫婦がそこであのご説明をされていて、その横に学生のような男の子が一人いて3人でやっておられる、まあ、後で聞けば家族だったんですけれど、でよくよく見たらそこにジオットーって書いてあるんですね。それもロケットジオットーって書いてあったんです。でジオットーという名前は先ほどのお話でしたように聞いていたので、はい、これ何だろうと思っていろいろ話を聞いていました、はい、そしたらそのロケット社は立ち上げたばかりなんですと、はい、イタリアを拠点に大きくしていこうと思ってるんだけど、今のところあるのはこの商品1機種だけだと。で私たち夫婦でやっていますと。でこれが息子のダニエルって言います、はい、で私も自己紹介をして、自分の会社もこれからエスプレッソマシンをやろうと思ってるんだけど、実績も何もないけれども気持ちだけはあるのでできれば取引してもらえませんか、はい、多分あのほとんどの人に相手にされなかったんでしょうね。私のような何のバックも実績もないところも喜んで、はい、あのじゃあ取引をしましょうと。で展示会が終わったらすぐに契約書を送るから内容を見てまたサインを交わしてくださいという話になりました、はいはい、それが多分ロケット社のスタートだったはずです。もう本当のスタートのスタートの時に、でまあ、要は多分そのジオットっていう名前っていうのがやっぱり当時はすごく、ね、僕もジオットの名前の由来まではわからないんですが、はい、あのよくよく聞けばその ECM ジオットの会社の設計に携わっていたみたいです。それがフレグナンといって今の会長です、はい、でその息子がダニエルって今の社長、はい、ロケットの社長なんですが、だから2007年だから何年になりますか、15年、そうですよ ね、はい、来の付き合いにそうですね。結構これだからあの初めて聞かれた方はあの、ね、まあそういうすごい、ね、昔からの実はつながりがロケット社とはあって、で、まあそのまあ、ジオットって今も、ね、クロマメトロシリーズっていうので今も残ってます、ジオットっていうのは。で、まあ、あのうちの技術担当の法違いとかこの前も言ってたんですけど、まあ、あれはもう完成形だと小型マシンとしての、やっぱりそのロケット社っていうのは元からそのね、ジオットシリーズがもうすごい完成された技術を持ってこうスタートしている会社っていうのを一つ、まあ、これ今話聞いて改めて思ったんですけど、やっぱりそういうところがあるんじゃないかなっていうところ、まあ、ちょっとね他の3連もとかも聞きたいんですけど、ちょっと時間があの長くなりそうなので、まあ、これはまたの機会にして、あとまあその個人的にすごく、まあ、私もですねあのバリスタの大会とかバーテンダーの大会とかもいろいろ挑戦してるんですが、会社の取り組みとして、まあ経済産業省の製品安全対策、まあ、はい、いわばその私たちはその、ね、あのエスプレッソの抽出の技術だったりとか、まあ、カクテルのそのなんかねであのやる技術とかを、まあ、私はそういう競う大会に出てたわけなんですけども、まあ、ちょっとそういう大会とは若干違うかもしれないんですが、会社としてなんかあの究極のところに挑戦をしていこうと思った理由を最後にちょっと聞きたいなと思ったんですけど、はいはい、あのエスプレッソマシンっていうのはあの電気の電圧が高くて、はい、そしてあのお湯の温度と圧力が高いので、はい、電化製品ってその電圧が高くって、それから中の内部圧力が高いっていうのが一番故障リスク高いんですね、はい、元修理屋だから分かるんだけど、はい、でとにかく安全にお出しするのがもう最大の使命というか、まあ、当然のことじゃないですか、はい、で当社はインターネットでやっていたおかげで、はい、卸売りは一切せずに全て直販売で今までからずっと来たわけです、はい、なのでお客さんの顔を見ながら、まあ、ご商売させていただいて、で使っておられる時も常にそのお客様との会話をしながら、はい、あのメンテナンスも増していくわけなんですけれども、はい、全部の扱う商品やっぱ検査して出荷するっていうのが昔から当社のスタイルだったわけです、はい、あのまあ、多いのは大量に入れて、でどれか抜き打ちで検査をして、で大量に入ってしまうっていう売り方が、まあ、一般的なんですけども、はい、当社の場合はもう全て蓋を開けて全て実際に抽出までしてっていうふうにやっておりました、はい、まあ、そういう意味で当社なりに製品の、まあ、安全性の確保のようなことについてはまた、はい、修理技術についても自信はあったし、あのもちろん事故なんて一件も起こっていないし、はい、とはいえそれって本当にその国のなんて言いますかね、
目から見て、はい、まあ、法律的にですね、法的に大丈夫だったんだろうかっていうのがやっぱり疑問に思ったわけなんです、はい、でそれって聞くわけにいかないって言い方変ですけど、聞いても教えていただけないし、はい、であれば要するに一番になれば、ね、その一番を認めるのが国であれば、はい、細かく聞く必要もなく、はい、結果的にお宅は一番だって国が言ってくれれば、はい、そこで安心もできるし、はい、お客様にも安心していただけるし、はい、まあ、同じ方向でこれからもやっていこうという指針も、まあ、明確に見えるし、はい、っていうのでこの製品安全というのを安全というのにチャレンジしようと思ったんです、はい、で2018年にようやく大臣賞をいただいた、はい、これですね、この、はいはい、なるほど。で2019年翌年は大臣賞を取った翌年はエントリーできないというルールなので、はい、エントリーしなかった、はい、で2020年にまたエントリーしてまた大臣賞をいただけた、はい、なのでまあまあこれで大丈夫なんだなそうですよね。だからなんか普通にだからその、ね、電化製品とか、まあ、エスプレスマシンとか売るのに必ずその PSE マークっていうのは日本の法律ではつけないといけないんですけど、まあ、それ普通に別にそれつけ取ってるだけでいいんですよ普通に考えれば。なんかそれ以上の究極のなんか私たちで言うとなんか普通にエスプレッソ入れられるけどバリスタチャンピオンシップとかでもその究極中の究極に、ね、挑戦するバリスタもいるわけなんですけども、それって本当に F1 レースみたいな世界なので、なんか自分からするとその社長がチャレンジされてるところってその F1 レースみたいなところにさらにその製品安全の部分でこうね走っていっておられる感じがあるのですごいなっていうのがなんか、でも実際僕が走ってるんじゃなくて走ってるのは技術部が走ってるのであって、あ、そうですね、この前ね、まあ、ちょうど今そこに映ってないですけど今いますけど、なんかすごい彼らが立派なんです、ね、技術なんかかっこいいってね、なんかね女性からのファンレターも来るんじゃないかって、なんかカメラ映ってないか分かんないんで後ろで苦笑いしてますね、はい、ということで、まあ、今日まだまだ聞きたいことはあるんですが、まあ、もしなんかもうちょっといろいろ聞いてみたいなって思うことはこのコメント欄とかにコメントを入れていただければそこでまた社長が回答できそうなことに関してはピックアップして、答えをなんか、ね、回答できるかもしれないのでぜひコメント欄にお会いいただければという形で思っております。ではまあこの動画面白かったよとか第一年科者をこれからも応援してあげてもいいよって思ってくださる方はぜひ高評価ボタンを押しておいていただけると私たちのモチベーションが上がりますので、あとは、チャンネル登録もですね今年1万人の登録目指して頑張ってますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ社長が今までいろいろマシン扱ってこられた中でなんかすごい印象に残ってるというかなんか好きな、もう今廃盤になったマシンでもですけど、なんかそれって印象深かったメーカーとして、はい、ナポリのボスコを乗った時、はい、非常に面白かったです、はいはい、鉄板を曲げていって形にするし、はい、あと手打ちですよ、手打ちともう徹底したハンドメイドだったのに感動しました。